皆さんこんばんは。サムライフラッグとネバリバチャンネルの弟子です。今日はゲストとして日本人のブロガーのアキラさん来てもらってます。でこれからはですね、ロンドンにあるココイチというお店に行ってみたいと思います。ココイチには日本でも一回行ったことがあるんですけれども、こっちも美味しいのかっていうことを確認してしに行きたいと思います。はい、行きましょう。今コーベントレスタースクエアとコーベントガーデンのここの辺にいます。チャイナタウンもすぐ近くにあるんですね。いやー、着きました。どんな感じなのか楽しみにしてます。お腹も結構ついてきちゃったので、まずは、お店に着いた時にチェックイントレイスということをしないといけません。安全性のためにですね。で、お酒もあるんだって。日本と似てますね。カレーを選んで、ライスの量を選んで、で辛さを選んでトッピングするっていう。あ、いいね。同じ流れですね。メニューは日本語でも書かれてる？あ、そうだね。うん、両方。いいよね。はい。いい感じだね。私は決めました。注文したいのはチキンカツプラス野菜カレーです。牛しゃぶカレープラスアサリのトッピングでいきます。え、なんかポテトとかシェアしない？そうだね。オッケー、決まりです。まずはこれです。チキンとフライドポテトのミックス食べたいと思います。行きましょう。もうお腹空いたぜ。いただきます。勝手に行きます。あ、ホークパー、ごめん、やばい。手で取っちゃった。あ、熱い。辛いから、いただきます。フライドポテトは美味しい。あとこれは何、餃子？味付いてる。ごめん、すごい熱い。失礼しました。失礼いたしました。カットだね。なんでマナー悪い。嘘。大丈夫でしょ。コメントでいっぱい書いてください。なんか餃子も美味しいんだけど、私が知ってる餃子と違うというか、なんかフライド餃子、そっか、いつもこの前も餃子ないから、なかったね、ラーメン屋さんで。でもそれとの違いは何？ラーメン屋さんに食べたのは焼き餃子を食べて、今は揚げ餃子ですね。揚げてある。今は何餃子？揚げ。あ、そっか、そういうことですね。いただきまーす。私はこれチキンから始めたいと思います。うん、結構すごいクランチパリパリ。結構美味しいと思うのね。いただきます。めっちゃ美味しい。カレーは美味しい。めっちゃ美味しい。うわ、久々のカレーめっちゃうまいです。カレーはうまいね。ちょっとなんか私のチキン試してみてください。なんでかっていうと、あのカレーはすっごい美味しいけど、このカツはどうなんでしょうねって日本人のアキラさんにもちょっと聞いてみたいんですけど、私からするとちょっと
まあね、まあね、まあねって思う感じ。これ何？ピコ、あの、ありがとう。ありがとう。いただきます。美味しい。会話は美味しいけど、あの、この。あ、衣分かって、分かる？衣が。衣がつまんないって。まあでも、全然、自分的には、ありかなって思います。うん、ありあり。ありはあり。でも、カレーは美味しいね。だから、カレーにつけながら食べていきたいと思います。私の前の動画ではケンブリッジにあるわさびのというお店のチキンカツカレーを試してみた動画についてでしたが、それは本当にダメだったっていう動画のになってたと思うんですけど、これをわさびのと比べたら本当にこれはもうすごく美味しくて、もう比べ物にもならないぐらい美味しいということですね。だからそれを言った上でもう少しね、なんていうかな、日本で食べたカツの違いを少し語ってみたいなって思ってて、だからちょっと厳しいコメントしようかなって。まあ確かに日本のカツとかやったらジューシーさとかはちょっと違いますけど、まあでも海外のカツと思ったら全然高いレベルにあるんじゃないかなと思います。衣もなんかしっかりついてて、結構海外のフライってなると変な感じに衣がついてたり、まあ衣ほぼほぼないみたいな、衣がねほぼほぼないみたいなこともあるんですけど、ちゃんとしっかりついてていいなって思いました。野菜もめちゃくちゃ美味しい。普段弟子はカレーを作りますか？でもこの日本的なカレーには何が入ってるかがよくわからないので、このカレーのタイプはあんまり作ったことないと思うんだけど、インド系のカレーは作っている、うん、普通に。なんかこの前も小物の葉っぱを使って、もう本当にそう普通、まあ、カレーが作れるからそれで作ったし、あとあのトゥーメリックも分かる、そう、それも入れて、まあでもそれはどっちかというとインドカレーかな。ターメリック、そうそうそう。あの、アキラさんは作ってますか？はい。でもお腹がいっぱいになっていて、います。出ております。ね、おります。おかしいですけど。イギリスではカレーが結構国民食です。なんでかっていうと、歴史的にインドからの移民が多くて、分かりやすいところで言うとバーミンガムとか、まあ、ロンドンでもそうなんだけど、多くの移民の方が来ていて、でカレー屋さんがいっぱいあって、でその背景からもカレーを結構イギリス人の方も日常的に食べる、はい、でもどっちかっていうとあのインド系のカレー、まあ、そうですね、日本系のじゃなくて、まあ、インド系のカレー、うん、ただ例のわさびが人気だったりするのも、まあ、ある意味カレーっていう国ではそれが一つの要因かなと言われています。確かにね、うん、お腹いっぱいの時にどういうジェスチャーしますか？イタリアで。イタリアで？いや、って感じ。あと、まあまあ普通にお腹を刺して、うん、って感じ。あとはこうイタリア語の一つの特別な言葉、お腹がいっぱいすぎて眠くなっちゃった状態をアビョッコというふうに言います。だからすごいなんか特別な言葉なんですけど、本当にだから今はそういうアビョッコ状態です。なんかね、量的にももちろん決められるんだけど、私は普通の量を頼んだのにお腹がすごいいっぱい、うん、結構多いですね。結構多い。こんないっぱい残ってるのにお腹いっぱい、もったいない、捨てるのはもったいない、マジもったいないのでどうしようかなって感じなんだけど、すごい量が多い。だって私はすごいいっぱい食べる人なんだけど、それでもお腹いっぱい。結局もう本当にもったいないけど全部食べてきれかったな。一般的に全部食べきるタイプなんだけど、今日はもう本当にお腹がいっぱいすぎる。
じゃあ どうでしたか。良かったです。そう、私的にも結構良かったです。味的にはカレー、特にカレーが美味しかったんですけど、量的にすごい多すぎて、あまりにも多すぎてちょっと全部食べれきれなかったので、もったいないなって思ったところがあるんですけど、少量にすればよかった。そうそうそう、でも美味しかったです。はい、ということで、皆さんこの動画を楽しんでいただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。私の個人的なチャンネルのネバネバと、アキラさんのアキラ東京というチャンネル、をぜひコメント欄からご覧になっていただけたら幸いです。では次回お会いしましょう。またねー。